はい、皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日は丸めのお財布をご紹介したいと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで丸めの財布ご紹介していきたいと思います。お願いします。はい、まずはじめこちら三つ折りのお財布ですね。見た目こんな感じですごく可愛らしい見た目ですね。トロンとしてて可愛いですね。そうなんですよ、めちゃめちゃ丸みを帯びてますよね。はい、こちらとても コンパクトな見た目ですが、内装も外装もしっかりプエブロレザーを使用しておりまして、本当に贅沢で雰囲気を統一されているものになります。中身開けるとこんな感じで、まずカードポケットが3つ並んでおります。それぞれ 3,4 枚ほどカード収納できて、重ねて収納するんですけど、計10枚ほどカードが入ります。たくさん入りますね。そうなんですよ、コンパクトなんですけどすごくたくさん入るので、すごくカード多い方にはおすすめですね。ここ後ろがお札入れですね。こんな感じでお札がすっぽり、結構余裕あって、そうですね、入れやすそうです。そうなんですよ、出し入れすごくしやすいかなって思います。で、小銭がこの前のところですね。こんな感じで結構マチが大きいのでよく開いて本当に見やすいんですよ、うんうん、結構お会計の時小銭探すのも全然苦労しないかなって思いますね。で、何より手のひらサイズでに収まるので、コンパクトさが本当に魅力のお財布になっております。ポケットとかにも入れやすそうですね。そうですね、本当にポケットにも入れれますし、女性の方だと最近カバンとか小さいと思うんですけど、かさばらないのですごくコンパクトさが魅力のお財布になりますね。次はこちら2つ折りのお財布になります。3つ折りがあんまり好きではないという方、お札が3つに折れてしまうのがあんまり好きじゃないという方には、この2つ折りのお財布をおすすめします。見た目はこの3つ折りと結構似てる、ね、そうなんですよ、この部分とかすごい似てるんですけど、よくこんな感じですね、この前の小銭入れはさっき紹介したのと同じ感じで、結構マチが大きくて開くので同じくとても見やすいですね、うんうん、2つ折りになってる分、このさっきよりもこの範囲が広がってるので、3つ折りの方よりもしかしたら見やすいかもしれないですね。コインもたくさん入りそうですね。そうですね、結構たくさん入ると思います。で、開けると中はこんな感じですね、お札のここがサイドがオープンになっているので、本当に出し入れが大胆に開くことができるので、出し入れがめちゃめちゃしやすいですね、でサイズ感的に言えば1万円札がぴったり入るサイズになっております。三つ折りのお財布と違うのがカードのポケットの形が違うんですけど、三つ折りは3つ縦に並んでたと思うんですけど、これはカード段が4つと隠しポケットがあるんですね。あ、本当ですね、うん、で この辺には免許証とか IC カードとか携帯する必要はあるけど、あまり出さないというのを入れるとすごい整理できて便利かなと思いますね。お札入れのところの文字が書いてあるのすごく可愛いですね、はい、これですかね、はい、そちら、めっちゃ可愛いですよね。可愛いですね、お札出すたびに見えるのがめっちゃポイントで可愛いかなと思います、うん、この焼き印もめっちゃ可愛いですよね。可愛いです。お次はこちらダブルジップウォレット、長財布ですね。こちらをご紹介したいと思います。こちら開けるとこんな感じで、あの名前の通りジップついてるポケットが2段あります。お札はこの一番後ろのここに入れるんですけど、紙幣が取り出しやすいように街の作りを工夫していて、わかりますかね、結構スペースに余裕がありますね、はい、で、この上段のジップのファスナーの部分にはカードを収納します。10枚ほどは余裕で入ります。ファスナー閉めることができるので、セキュリティ面でもすごく安心なお財布になっております。で、この手前の
ところには小銭を収納します。深くなりすぎないように高さを調整する工夫があって、小銭が取り出しやすくなっているのがポイントになります。結構浅くてスッと小銭取り出せるかなって思います。でこのファスナーの引き手にもちゃんとプエブロの革が使われているので、すごく大きくて持ちやすくて開け閉めも楽ちんですね。可愛いですね。可愛いですよね。丸くなってて、はい、でもここに見えるかな、焼き印もしっかり入ってて、はい、さりげないところがおしゃれかなって思いますね。ショートパラレルの長財布をご紹介したいと思います。長財布を少しコンパクトに持ちたい方へおすすめ したいお財布になります。こちら開けるとこんな感じ。結構作りはさっき紹介したあの長財布と似てるんですけど、後ろにお札、紙幣は2つ折りにして収納することができます。千円札、五千円札、一万円札と分けて折りたためば見やすくて、すごく取り出しやすいかなって思います。同じく上段のジップのところにはカードを収納します。こちらもコンパクトなんですよ。意外と10枚ぐらい余裕で入るので、結構カード多い方にもすごくおすすめになっております。でこちらも同じく手前には小銭を入れます。そこが少しカーブしたような構造で作られているので、端っこに小銭が溜まって見えづらくなるのを防いでいる、そういう工夫がされているお財布になります。長財布の存在感と携帯しやすいサイズ感を突き詰めて実現したのがこちらのお財布になりますね。それぞれにマチがあってヨーヨーもありそうですね。そうなんですよ。長財布よりコンパクトなんですけど、収納力はほぼ長財布と変わらないかなって思います。はい、そしてこちら最後ですね、ロングウォレットをご紹介します。先ほど紹介した長財布よりも結構なんていうんですか、大きくて、ザ長財布というか、そういう存在感のある長財布になります。こちらボタンが2つついているので、しっかり留まってくれるので、すごく安心の作りになっております。中身開けるとこんな感じで、まずこの焼き印が目が引いて可愛いですよね。めっちゃ可愛いかなと思います。でお札入れはこの一番後ろと手前ですね、ここに2箇所あって、お札それぞれ1万円札とか1000札分けてもいいですし、領収書とかレシート分けることもできますね。でカード段はこの前に6段とここですね、内側にも1つありますね。ちょっとカーブしているというか、そういう作りになっているので、本当ですね。そうなんですよ。スッと取り出すことができる、すごい見やすいかなって思いますね。小銭はここに真ん中に収納します。これもさっき紹介した長財布と同じように、深くなりすぎないような工夫をされているものになるので、本当に小銭が出しやすいタイプになっております。さっき紹介した長財布よりもカードとかお札とか結構多く持ち歩きたいという方には、こちらの長財布がおすすめになっております。はい、ということで本日はこちらの丸めの財布をご紹介させていただきました。はい、5種類あるので、結構それぞれの使う人によって用途変わってくると思うので、皆さんお好みのサイズ感だったり収納力だったり求めているお財布があるとすごく嬉しいです。商品の詳細に関しましては概要欄に URL 貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。